はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の複素数丸3をお送りします。で、複素数ね、これで3本目となって、まあ、前回同様なんですが、ポイントはなしで問題をやりながらね、学習していく感じでいきます。で、今回はまあ大きく分けて2つのタイプがあるんだけど、まあ、全部はね、小問合わせて7問となっておりますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、分かんないのがあれば今からね、全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、1番からまず解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。じゃあまず上4問はね、何やるかっていうと、まあ、複素数がこう書いてあるじゃんか。で、この複素数と強約な複素数を書きます。いいね、強約な複素数です。まあ、これ言葉覚えてください。で、これ超簡単です。どうやるかっていうと、今、まあ、実部虚部回って、こう、i がくっついてる方あるじゃないですか。で、i がくっついてる方の符号を変えるだけです。だから、これに関しては、マイナス7は i がくっついてないんで、いじらない。こうやってね。ただ、こっち i がくっついてるのがマイナス 2i でしょ。で、符号を変えると、プラス 2i でしょ。終わりですっていう。そう、これだけ強約な複素数ってね。で、同じ感じでいくと、こっち、まず2はいじらない。で、こっちいじるから、マイナス 9i。ね。で、次。今度は 3i しかないんだよ。まあ、実部の方がないんだけど、その時ももうルールは i の方の符号を変えるだけだから、これプラス隠れてるんで、符号を変えて、3i と。で、最後は i の方がないんだよね。で、i の方の符号を変えるって言ってるから、こっち変わらないんだよ。つまり、マイナス6のままと。以上です。はい。これが強約な複素数。なので、覚えておこうね。言葉もぜひ覚えてください。一緒にね。で、次行きましょう。次、計算です。で、今ね、3問あるんですけど、全部分数になってると。で、この次の式を計算して a プラス bi かっこ a、b はね、実数の形にしようと。で、これね、こういう形にしようって書いてくれる先生、まあ、テストの場合と、もうこれがなくて計算しなさいってなってる時、どっちにしてももうこの分数をなくしに行きます。で、分数をなくすっていうか、分母から i を消しに行きます。いいね。で、まあ、どうやるか、これ共通です、やり方は。で、今から i やっていくんですけど、ちょっとね、一個復習というか、ある問題書いていいですか。これ、ルートの問題なんだけど、2プラスルート3分の4にしようか。これさ、有理化しようと思ったらどうやるっていうのを昔やってるんですよ、実は。で、実はこのね、やり方とすごく似てて、このやり方全部。で、これ、どうやるかっていうと、分母に、これの、ここの部分ね、符号を変えたやつを、分母と分子にかけて解いていくんだよね。そうすると分母からルートが消えるから、公式を使って。で、解いていくじゃないですか。で、これも同じなの、やること。いい？ちょっとこれ書いてから消しますけど、つまりどうやるか。ちょっとね、サボってここに書きますね。伸ばします。で、分母だよ。分子じゃなくて分母の方に注目して、これの、ここの符号を変えます。だから、1-3i。それをもちろん分子にもかける。だからこう、括弧必要だね。いい。こうやって解いていくんです。すごく似てる。これとイメージは。いいかな？で、ちょっとこれ邪魔なんで消しますね。よいしょ。いいかな？で、これを解いていくと。で、まず分母からいきましょう。これ公式なんで、公式使うと1の2乗だから1でしょ？マイナス 3i の2乗です。公式使ってると。で、3i の2乗っていうのは 9i 2乗になります。これが分母です、まず。これ公式使っただけね、下。で、分子に関してはこれも全部掛け使いましょう。4回掛け算する。7と1掛けて、7。7とこっちかけてマイナス 21i。 こことここかけてプラス i。 そしてこことここかけるとマイナス 3i2 乗になります。ちょっとペン先が太くてごめんね、見にくいな。で、 i の2乗、これね、 i の2乗出てきたらマイナス1に置き換えます。そうすると
まずここマイナス 9i2 乗 i2 乗がマイナス1なんで、ここプラス9になります。つまり1たす9で10になる。いいね、10で上計算していくと、まずここだね、 i の2乗がマイナス1だから、ここがプラス3になる。プラス3とプラス7があるから10です。で後ろ i のとこ計算するとマイナス 20i となります。これ下ギリかな、あ、ギリだね。でこの後なんだけど、この後によくね、俺全部こうやってね、同時約分って使ってしまうんですが、こことこことここを約分すれば、約分することができます。3箇所同時だったらね。ただちゃんと書くんだったら、こっち10分の10とこっちマイナス10分の 20i って分割することができるので、しまったな、これ入らなくなったね。ここ入るかな。10分の10約分して1、こっち約分して 2i と、これが答えになります。ギリだったね、入ったね。いいかな、まあ、これがやり方です。だから最初に書いたルートの、まあ、有理化の時とすごく似てる、やることはね。じゃあ次行きましょう。でこれもね、多分入らなくなるからここに書いておこうかな。伸ばしてここね、 2 プラス i だから今回 2 マイナス i をかけます。もちろん上にもね。で計算していくと、ちょっと上詰めようか。ああ、分かった。まず下公式使うと2の2乗なんで4で、マイナス i の2乗です。下公式使うだけね。で上はまた全部かけ使うと、22が4、こことここかけてマイナス 2i、 こことここでプラス 6i の、こことここでマイナス 3i 2乗です。でも i2 乗書くのめんどくさかったら、途中計算の時に置き換えちゃっていいけどね。ここも分かってるからプラス1とかしちゃってもいいよ、全然ね。でここがさっき言ったようにプラス1になるから5分のになる。5分ので、ここがプラス3になるから7です。でここ計算するとプラス 4i となる。でこれの時は今回はね、こうすよって言ってるからこの形しなきゃいけないんですけど、基本的に絶対変えます。ここで止めないで、いい、なんとか足すなんとか i、 なんとか引くなんとか i みたいな感じで。だからさっきと同じように、こっちとこっちに分けて書けばいいので、5分の7でプラスだからプラス5分の4で、 i は横ねに書きましょう。よいしょ、これで OK となります。で実部先ね、 i を先に書かずにこの順番で書く、いいかな。でラストいきましょう。でまあ同じですね、分子が 2i だけになってても気にしないです。やることは同じで、ここが 3-i なので、後ろの符号を変えた 3+i をかけます。でこっちもね、こうなる。で計算していくと、下が左残額で -i2 乗なんで、一応書いておくか、こうなると。で上は分子に関しては 2i を分配するだけなので、分配して 6i、 こっちね。でこっち加るとプラス 2i2 乗になります。いいね。で計算していくと、下がここマイナス1を引き換えるとプラス1になるので10になる。分のこっちがマイナス2になるね。で先にこっちが来てマイナス2を書いて i を後ろに書くと、でこうなる。でさっきここで言ったように、3箇所同時に約分できるなら同時約分って俺使っちゃうんですけど、一応ね今回もちゃんと書きましょうか。ちゃんと書くと、待ってどっちがいいかな。いや書けるね、こっち行こう。書き直すとマイナス10分の2、こっちね。でプラス10分の 6i と、でこうなります。だからあとはこっちとこっち約分して、ここ約分するとマイナス5分の1だね。でプラス5分の 3i と、これで OK となります。いいかな。
なので、まあ、上に関してはね、共約の複素数はもう簡単です。ルールを覚えてもらえば OK なんですが、こっちの計算するときは、最初にも言ったように、ルートの有理化をちょっとイメージしながら、ね、分母にまずこれをかけると。で、それが決まったら同じものを分子にもかけてあげて、それぞれ計算していくという感じで、ぜひやってみてください。では、今回は、高校数学数2の複素数丸三をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、もうちょっと続きます。これね、なんで次第丸四を取っていきますんで、もしよかったらそっちの方も見てみてください。じゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。